こしかないんだって、ね、でも今僕はこっちから考えましたね。かつてあったしわけ、ね、だからこれからやってほしいですよ。最初にますか、ね、電卓足したり引いたりしないんだけども、全 TV 決算戦により残高算表を見て、あ、かつてこういう仕分けやってるはずだよねという仕分けをまず考えたんで自分で、ね、でもこういうふうにしないといけないよね。じゃあどうすればいいのかなっていう三段六法で考えてほしいんです、ね、三段六法、要するに三段階で、ね、いいですかね、はい、そうするとどんな問題でも解けますから、ね、この三段六法で考えるとどんな問題でも解けますよ、ね、いいですかね、今ちょっと一問ね、やりましたけど、これ一問やってね、分かったと思うんですよ。第三問、みんな苦手にするんですけど、ね、第三問ね、なんでこれ苦手にするのかっていうと、みんな決算性だけ暗記しようとしてるからですよ。ね。いいですかね。決算性だけ暗記しても、なかなかこれできませんから、特に日商は。前期は OK なんですよ。前期は OK だけど、日商は無理なんで、だからしっかりとね、普段からこの三段六法でね、かつてこういう仕分けあったよね。で、こういうふうにしないといけないよね、P と B です。じゃあ、どういう射撃のっていう考えでやってください。すべて、どうなるので。ね。ですか？で、この仕分け自体は全部レジュメでやってるレベルなんで。全部レジュメに書いてますから。商業簿記。ね。だから分かんなくなったら、商業簿記のレジュメに戻って書いておくかしらね。戻って、レジュメの方はこれまで書いてますから、全部。ざっと全部ある。だからレジュメと一個一個照らし合わせながら仕分けを考える練習をまずやってほしいんですよ、ね、でそれが分かっちゃったら回答用紙に埋めるってこと自体は全然大したことないんで、ね、PL とか BS 作ると全くありませんよね。要するに今みたいに埋めたらチェック埋めたらチェックって選べるだけなんで、ね、だから一個仕分け切ったら一個埋める、一個仕分け切ったら一個埋めるでやればいいんですよ、ね、いいですか。全部仕分けを切ってから埋めようと思いますよ、ね、一個切ったら埋める、一個切ったら埋めるっていう練習をやってください。はい。